まあ、今までなんとか重工では 3D プリンターに関する動画をいろいろ上げてきたんですけど、まあ、4月になって新年度になって、まあ、新しくねいろいろ始められる方はたくさんいらっしゃると思うんで、まあ、改めてこの 3D プリンターの楽しさというか魅力みたいなものを皆さんにお伝えしたいと思います。でまず1つ目が 3D プリンターとは何ぞいやっていうところから始まって 3D プリンターの選び方で 3D プリンターによる材質の違い、これはですね実は1年ほど企画を温めておりまして、PLA とTPU と ASA というそれぞれの材質を外に1年間放置したら一体どうなるかっていうのを実験しましたので、これもね参考になればと思います。で4つ目が作例ですね。まあ、ネットでねたくさんデータは落ちてるんですけど、僕がオリジナルで設計したものを実際に使っこんなことに使ってるよみたいなを紹介しますのでご参考になればと思います。はい、まずは 3D プリンターって何ぞいやっていうところからなんですけど、今この目の前にあるのが FDM 方式熱溶解積層方式の 3D プリンターとなっております。まあ、他にも光造形の SLA 方式だったり DLP 方式みたいなレジンを使った 3D プリンターもあったりとか、まあ、よく製造業界で使われるのは粉のね粉末を使った 3D プリンターなんていうのもあります。で今回ご紹介するのはあくまでも FDM 方式となります。で FDM 方式、まあ、熱溶解積層方式っていうのは、このフィラメントと呼ばれるものを熱で溶かしながら下から順番に積層していく 3D プリンターとなっております。まあ、このねフィラメントと呼ばれる樹脂ですね、今回ここにあるのは PLA と呼ばれる、まあ、よく一般的なポリ乳酸だったかな、そういう材質のものなんですけど、これをノズルですね、ここの先端のノズルで200度ぐらいまで温めて溶かします。まあ、固体から液体、半液体みたいな状態にして、それをこのベッドと呼ばれるところに押し付けて下から順番に積層していく 3D プリンターをとなっております。でまあ 3D プリンターの選び方なんですけど、 FDM 3D プリンターもめちゃくちゃ種類があって、一つのメーカーさんでもいろんなタイプのいろんな種類のやつ出してたりするんで、もう正直ねどれ買ったらいいか分かんないっていうのが初心者の方あるあるだと思うんですけど、僕はミンダのマジシャン X がマジでおすすめです。いやまあプロモーションやからそう言うてるんやろって思われる方もねいらっしゃると思いますし、まあ、実際それもあるんですけど、まあ、あるんですけど一旦それ置いといて、本当にこれおすすめなんですよ。あの数ヶ月前にファーストインプレッションした時はちょっといいプリンター持ってたんで、まあ、サブ機かなみたいなレビューしたんですけど、今数ヶ月経ってみて実際どうかっていうと、ほぼほぼメイン機として使ってます。安定感やばいんですよ。でこのマジシャン X の特徴としては、コストが抑えられてるにもかかわらず上位機種にしかついてないような機能が全部入ってるんですよ。でしかも静かっていう本当に完成された 3D プリンターなんで、今僕が1台目どの機種買うかって言ったら本気でこれ買います。マジでいいんですよ。でどういう特徴があるかというと、ダイレクトエクストルーダーがついてるんで、こういったねゴム系ゴム柔らかいゴム系の印刷がめちゃくちゃ簡単にできます。であとは16トンの、ね、メッシュベッドレベリングがついてるんで、昔の機種だと紙印刷紙印刷がペーパーでレベリングしたりね、するのがあったんですけど、そんな全くいらないです。レベリングモードポチってやったら勝手に16点やってくれますし、もう本当に静かで、よくねこういうのやってると妻から静かにしろって言われるんですけど、こいつに関しては今まで1回も言われたことがないぐらい静かなんで、本当に1台目としてはマジで優秀なんで、このマジシャン X がおすすめです。はい、これがエクストルーダーの中身ですね。ここにホットエンドがついてて、その真上にモーターがついています。なので、フィラメントをね、ここから引き込んで、ダイレクトでホットエンドまで届けてくれるんで、非常に力強いエクストルーダーとなっております。はい、次は FDM 3D プリンターで使える材質の違いについて簡単に説明したいと思います。 FDM 3D プリンターの魅力の一つが、いろんな材質のフィラメントを使えるってことなんですよね。
今回ここに並べてあるのはカラーバリエーションがあるよっていうだけじゃなくて、それぞれ特性があったりします。ゴムみたいに柔らかいとか、木質の木っぽいとか、水に溶けるとか、熱に強いとか、いろんな材質があって自分の作りたいものに合わせて選定する必要があるんですね。で、まあ、僕の手持ちでいくつかご紹介すると、こちらが PLA と呼ばれる FDM3D プリンターの中では一番ポピュラーな材料じゃないかなと思います。非常に、ね、安定性があって反りも少なくて綺麗に印刷できるのが特徴で、まあ、かなり僕も使っている、だいたい9割ぐらいは PLA で印刷することが多いですね。で、これの代わり種として、木質フィラメント、この PLA に木材を付与したような感じの材料があったりとか、あと蛍光フィラメントって言って PLA なんですけど、光を当てておくと暗いところに持ってた時にちょっと発光するみたいな、ちょっと変わった PLA もあったりとか、あとは ASA と呼ばれる ABS に耐光性を付与したフィラメントとなっていまして、結構ね、印刷するのは難しいんですけど、外で使うことができます。基本的に PLA とか ABS で印刷したものは外で使うことができないんですけど、こういう ASA とかを使うと外で印刷することもできます。あとはちょっとね、色が似てて分かりづらいんですけど、ポリカーボネートですね、PC と呼ばれるもので、結構耐衝撃性に強かったりとか、結構丈夫にものを作りたい時にはこういった、材質もあります。あとはほとんど、まあ、PLA ばっかりで、これかな、これがちょっと一番変わったやつ、 PVA と呼ばれるフィラメントで、水に溶けます。いや、これ何に使うねんっていう話なんですけど、サポート材と呼ばれるものを印刷する時があるんですよね。例えばこの字型のものを印刷するときに、この向きで下から順番に積層すると、ここの空間何もないから、ここ印刷するのできないですよ、印刷できないですよ、ここが垂れちゃうんですよね。そういう時にサポート材をここに入れたりするんですけど、サポート材、これをね、印刷した後剥がせるからいいんですけど、すごい複雑に中になんかグニュグニュっていうサポート材をつけたいっていう時がもしあれば、こういう水に溶けるサポート材を使わないと作れないものがあったりするので、こういうのを一応持ってます。持ってるけど使ってないっていうやつで、これ使うにはエクストルーダーが2個必要だったりとか、ちょっとね、特殊な用途の 3D プリンターが必要になるので、一般の人は使わないかなと思いますけど、まあ、こういうのもあるよっていうのだけ紹介させてもらいました。はい、お待たせしました。オープニングでもね、言った通り1年間僕がずっと温めてたやつで、本当ね、いつやろうかなってずっと考えたんですけど、もう今回ね、やることにしました。こちらは PLA と TPU とASA をそれぞれ両面テープで木に貼り付けて、外に1年間、約1年間放置していたものになります。雨の日も風の日も嵐の日も雪の日も、もうずっとほったらかして、ほぼ忘れてて、たまたまちょっとベランダ出た時にあって思い出したやつです。で、結構、ね、衝撃なんで、じっくり見てください。はい、まずこちら PLA ですね。もともとは綺麗な白だったと思うんですけど、なんかこんな感じでちょっとなんか黄ばんでるような感じになってます。これね、指で触りますね。いきます。はい、これやばくないですか。これ PLA ですよ。 PLA を外で使ったらそのうちこうなるってことです。これが耐光性がないってことなんですね。紫外線によって、なんかこうやられちゃってるっていうわけですよ。もう脆くなっちゃってるね。これすごいですよね。衝撃、本当に。で、その上 TPU いきます。はい、 TPU なんともないんですね。これ結構ね、印刷温度ミスっちゃってなんかブツブツになってるんですね。表面あんまり綺麗じゃないんですけど、なんともないです。もう一緒、柔らかさとかも若干硬くなったような気はしないこともないけど、基本的に TPU の特性はそのまま残ってるといった感じですね。で、一番上 ASA、 こちらは耐光性があると呼ばれている ABS の上位互換の ASA なんで、 ASA なんで、どうなってるかやってみたいと思います。いきます。お、大丈夫。ちゃんと硬い、パリパリ、まあ、本気でやれば多分ね、硬い、もともと硬いんで割れるけど、PLA みたいな
脆さっていうのはないですね、うん、全然大丈夫、はい、ちゃんと、ABS の上位互換として耐候性のある ASA が、まあいたといややばくないこれ本当に。いやちょっとね触った時にもうひびが入ってたんで、あこれやばいんだと思ってずっと温めてたんですよ。本当いつかやろうと思って、皆さん本当に PLA とか ABS を外で使うのは、おやめください。よくね植木鉢とか作っちゃって、外で使うとかもねあると思うんですけど、本当に、割れる恐れがあるので、でパッと見じゃね分かんないことが多いんで、本当に、使う場所とかを、選んで材質も選びましょう という内容でした。いやすごい。はい、では FDM 3D プリンターを使って一体どんなものができるのか、僕の作った作例を少しご紹介したいと思います。ちなみにこの中でこのスリングショット以外のものは全て今回ご紹介したマジシャン X で作っています。まずこちら TPU とスパイラルモードを使って作った SSD のケースですね。SSD って結構ね、むき出しというか、まあ、ケースには入ってるんですけど、ちょっと不安だったんで、こういった感じの TPU のゴムっぽい材質でケースを作ってみました。スパイラルモードで一筆書きで作ってるので、非常に綺麗にできています。で、ポイントとしてはここね、テーパーにしているので、全然抜けないですね、逆さまにしたりしても。はい、そんな感じで作りました。であとは、これが木です。木質フィラメントで作った木です切り株、はい、こんなんとか、あとはそうだな、これ、レンズではなくてレンズのアダプターなんですよね。これソニーの、E マウントのカメラなんですけど、この顕微鏡の規格のレンズっていうのをポン付けすることができなくて、その間にアダプターをかませて、作っています。結構ね特殊なネジを使ってて M42 から RMSだったかな、そういう特殊なネジの規格に切り替わってまして、 3D プリンターでネジをね作ってアダプターを作りました。これができるとこういった謎の規格のレンズとかも使えるんで、めちゃくちゃね面白い映像が撮れたりします。そのうちね動画で使いたいと思います。であとはあこれ TPU でさっき作ったって言ったケースですね。これもカメラのケースなんですけど、リュックサックというか、バックパックにねそのままカメラ入れるのちょっと嫌だったんで、こういった TPU 柔らかい材質で、カメラがね暴れないように、作ってみました。結構ね気に入ってます。であとまあいいかこれを入れて、あとは、これ奥のやつ、これ結構重たいんでちょっとあれなんだけど、ただのスタンドですTPU じゃない、PLA、 これは PLA で作ったスタンド、リーマスタンドですね。寸法がねバッチリ出るんで、こういったものも簡単に作ることができますと。であとはどうしようかな、これねめっちゃいいっすよ。 PC スタンド、ノート PC スタンドなんですけど PLA で作ってます。結構ね大型のものなんですけど、簡単にマジシャン X で作ることができました。で、SSD 入れて、あとこれねコードリール、これがね今年作った中でマジで、ランキング1位のものですね。これがね売ってそうで売ってないんですよ。3メートルだったかな、これ長さが結構長くて、市販のものだと1メートルとか2メートルのものが多かったんで、3メートル仕様のものを作りました。結構ね、中の機構もこだわって、作ったんで、非常にしっかりした作りになっています。これもね全部 PLA で作っています。ただ、PLA なんで、野外は使えないので室内専用って感じですね。これもここに収まるように設計してます。であと、それに付属する、Type-C の、65W のこのパソコン用の充電器ですね、はい、今はねアダプターを持ち運ばなくていいんですよ。こういうノートパソコンでもこういうでっかいアダプターを持ち運ばないといけないんですけど、こいつに関しては 65W でね充電できちゃうんで、めちゃくちゃ持ち運び便利です。おすすめですこのパソコン、はい。ちょっとね全然関係ない話も出ちゃいましたけど、 あとこれここにねちょっと小物入れとしてこういうラチェット、なんでここにラチェット入れるかちょっとわかんないけど、ラチェットも入れたりします。であと最後これ
パチンコですね。これマジシャン X で作ったものではないんですけど、積層方向が結構重要で、 3D プリンターって積層方向に対してこの動き、この力に弱いんですよ。もう本当に完全に密着してるわけじゃないんで、力かかると剥がれちゃうんですね、これが。なんで、例えばこのパチンコってこう引っ張るとこう力が横にかかるじゃないですか、こっち方向に。でこう積層しちゃうとここが破断しちゃうんですね、バキッと。なのでこれをあえてこっち方向に積層することによって、割れにくく丈夫に、作っています。今ですね、先ほどご紹介した10倍の対物レンズがついたソニーのカメラで木質フィラメントで作った切り株の側面を撮影しています。なんかボコボコしててめっちゃ気持ち悪いです。全然木じゃないですね。こういうのが、撮れたりします。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じで家で手軽に使えて、しかも安定感のある 3D プリンターが家に1台あると、ものづくりの幅がかなり広がるんじゃないかなと思います。で、今回ご紹介した、マジシャン X という 3D プリンターなんですけど、現在幕開けというサイトでクラウドファンディングで販売しておりますので、もしねこれ興味持たれた方はぜひ概要欄のリンクから見てみてください。で、まあ、今回は主に自分でモデリングしたものをご紹介しましたけど、あのネット上ではいろんな STL ファイルが無料で転がっておりますので、こんな感じでねダウンロードして作ることもできますし、自分でね CAD を勉強したいってなったら、Fusion 360 とかだったらこんな書籍も売ってますので、ぜひね自分で勉強してみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネルとかコメントとかよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、なんやかんやいろいろやっておりますので、概要欄から見てみてください。ご視聴ありがとうございました。